始まりました。ディアスペシャルセッション1回目のお客様はこちら。こんにちは、A 順です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの A 順さんには私のアルバムディアの初回限定版に収録される革命のメロディーという楽曲を作っていただいたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にめちゃめちゃかっこいい楽曲で、どういうイメージでこの楽曲を作られたのかなっていうのを聞いてみたいなと思ったんですけど、なんかまあとにかく熱く歌い上げる純奈さんを想像して、だからライブの純奈さんをイメージして作りましたね。なんかライブの時のイメージ、自分は。そう、A順さんめちゃめちゃ私のライブに遊びに来てくださって本当にありがたいんですけど、めっちゃかっこいいんだもんな。嬉しいです。あのファーストのアルバムの世界を蹴飛ばせっていう楽曲で初めてご一緒させていただいて、その時からライブに来てくださったりとかして、でこのアルバムを私作る時に命を削る曲を歌いたいって言ったんですよ。一曲は絶対歌いたいって言って、それって純奈さんが言った言葉なんだ。そうなんです。それでじゃあもう A 順さんに書いてもらおうっていう話になって、そういうことだったのか。そうなんですよ。それでこの楽曲が生まれて、でも A 順さんはどうやってイメージしたのかなっていうのをちゃんとなんかお聞きしたことなかったんで聞いてみたいなと思ったんですけど、そうライブの時のやっぱ姿が本当に魂を削って歌ってるみたいな感じがして、そうだ、すんなりなんかそのテーマは迎えましたね。あ、本当ですか。でもこう歌詞見てなんか私もめちゃめちゃ背中を押されるし、歌ってみんなが聞いたらみんなもこう一緒に頑張ろうっていうか一緒に進んでいくぞっていう気持ちになるなって最初歌詞見た時に思って、あ嬉しい、やばい、めっちゃいい曲ってもらった瞬間に思いました。いや、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。めちゃめちゃ本当にかっこいい楽曲なんですけど、そんな革命のメロディーも収録される私のデビュー5周年記念サードフルアルバムディアの発売を記念して、なんと A 順さんに革命のメロディーを一緒に演奏していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。咲く場所は選べずとも雨に濡れながらバラは途絶えそうや、美しい情熱の炎は燃え続ける、まだ見ぬ夜明けの太陽吹いてる声が聞こえる、行こう、まっさらな下へと、全てが変わりそうな夜は君と駆け抜けてゆく、高鳴っているこの心は革命のメロディーだ、歌いたい、ただまっすぐに世界を変えるまで、きっと大丈夫、もう大丈夫、いつか夢見た場所へ連れて行くから、羽ばたいた鳥たち見上げて、無力な気がしても逃げ出したくはない、開幕の時近づく今、Give me fire、 今宵鳴らすRock you、 生きてるつう証しをちょうだい、最後に信じるのは直感、誇るべきは自分自身、 Every day every night 向き合って、どうしてできないことばっか、難しい、変われない、消えそうで夜に吐いたり、このかぶったり、それでもさ、自らがこの道を突き進め、 Yeah, yeah, yeah。
来会えたらきっとまた歩き出せるだろう。もし君が一人涙を流して立ち止まるなら、ああ何も言わなくていいよ、強く抱きしめるから。全てが変わりそうな夜は君と駆け抜けてゆく。高鳴っているこの頃は革命のメロディーだ。歌いたいただまっすぐに世界を変えるまで、きっと大丈夫、もう大丈夫。いつしか繋いだ手のぬくもり、残酷な現実だって超えてゆけるよ。咲く場所は選べずとも ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いや楽しかった、ね、結構緊張感ある曲っちゃ曲だけど、うんうん、やっぱこうロック魂が我々、ね、こんなに早く弾けるようになるとは思ってない。いやすごいって、めっちゃ息合ってたよね。結構俺ら練習1回しかしてないですね。してないよね。最初の練習は適当だったよね。これでいいですよねみたいな。すごいって。いやなんかギター2本でこうやって演奏することが本当になかなかなくて、うんうんうん、今回初めてなので。いやめっちゃ楽しかったわ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう最高にあのアコースティックでやってもかっこいい楽曲だなって改めて感じました。ありがとうございました。またぜひご一緒させてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。